楽譜初版の表紙、金髪のジェニーは、アメリカ合衆国の作曲家、スティーブン・フォスターが1854年に作詞、作曲した楽曲である。現代のジェニー・ウィズ・ザ・ライト・ブラウン・ヘアは直訳すると、薄茶色の髪のジェニーとなるが、日本では、フォスターの訳詞を多く手掛けている、津川朱一が訳題を、金髪のジェニーとして、以降、林光太郎や千葉の訳でもこれが、 召集されているこの歌のジェニーはフォスターの妻であるジェーン・デニー・マクダ・ウェルが念頭にあったというのが定説になっている。ピッツバーグの開業員の娘であったジェーンは1850年にフォスターと結婚し、翌1851年に娘のマリオンが生まれる。しかし、ピッツバーグと音楽出版社のあるニューヨークを往復するフォスター家の生活は 困窮を極めて1860年に破綻をきたし、1864年に亡くなるまで妻子との別居状態が続いた。金髪のジェニーが書かれた1854年頃には、すでにジェーンとの不仲が始まっていたと見られ、歌詞もそれを反映するかのように、別れた元恋人への教習を歌うものになっている。フォスターの生前には代表作の故郷の人々や、 ケンタッキーの我が家遺作となった夢見る人と比べてあまり注目されなかった。ところが1949年に米国作曲家作詞家出版社協会と全米の放送局が著作権契約をめぐって紛争状態となった際に放送局が著作権の消滅したパブリックドメインの楽曲を優先的にラジオで放送する防衛策をとって 金髪のジェニーが頻繁に流されたことから全米で広く知られるようになり、実に、フォスターの没後85年を経て再評価されるに至った。原曲は、詩、曲との著作権保護期間満了。日本でこの楽曲をモチーフとしたテレビアニメが二度にわたり作られている。また、トム・ソーヤーの冒険でも挿入歌として多用された。AB 金髪のジェニー。 ありがとうございます。